近日、中国のある女性農民工が中国外交部の報道官を真似て未払い給料を求めました。映像はネット上で話題を集め、多くのネットユーザーの笑いを誘いました。社会底辺に置かれ、働いた報酬さえまともにもらえない中国農民工の辛さを伺わせる映像です。中国外交部の報道官を真似て未払い給料を求めたこの女性農民工によると、天津市韓国民政局所属の葬儀管理所が1380万元に上る工事代金を未払い、うち350万元は農民工の人件費だそうです。2009年、地元裁判所が葬儀管理所に工事代金の支払いを命じたものの、天津市韓国民政局は訴訟に負けて政府のイメージを損なったとして、支払いを拒んでいるそうです。政府報道官の口調を真似たこの女性農民工の映像はネット上で注目を集めました。北京の学者陳英彪さんは、農民工らは正常なルートでは問題解決ができないため、社会の注目を集める様々な方法を考案するしかないと示します。在中国的话，如果说这些农民工不出奇制胜，不没采取这些新文化的或者是反讽的这个方式的话，他很难可以过社会关注的。深圳市で労働者の権益のために戦う社さんはこのように述べます。还是挺有意思的吧？他从另外一个侧面就讽刺了政府腐败喽。あるネットユーザーは、シナウェイボーに笑った後は涙が浮かんだと書き残しました。笑ったのは外交部報道官の何十年も変わらぬ受け答え。農民工さえ簡単にこの仕事を務めることができるからです。涙を浮かべたのは必死に働いても給料さえ手にできない、これらの農民工の処遇なのです。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府以危险为先，大力加码。